パーフェクトグレードユニコーンガンダム最終決戦バージョンの制作、進めていこうと思うんですけれども、今回から、胴体部分の制作に入っていこうと思います。今こちらにはユニコーンガンダムの胴体のパーツが、あるんですけれども、これでね全てのパーツではないです。で、今回切り出しているのは、まあ、主にお腹周りの部分のパーツになります。で、前回作った、このですねコックピットのパーツも使って、まあ、お腹周りコックピット周りの、部分を組み立てていこうと思います。それで今回は、塗装はねあまりせずに作っていく感じにはなるので、まずはね墨入れですね、墨入れからやっていこうと思います。墨入れが完了しました。それで、墨入れやったのでこちらの3つのパーツで、外装部分のパーツですね、お腹周りの外装部分のパーツに墨入れをやってます。それで、これね、最高フレームとかには、今墨入れはやってない状態ですね。で今度はこの墨入れをやったパーツと、あとこれはね ABS 樹脂なので墨入れやってなかったんですけども、こちらも、まあ、外装といったら外装ですね、こうやってこうお腹の、ね、下の部分のパーツで、まあ、ほぼね組み立てると見えなくなるパーツなんですけれども、これらの4つのパーツにこちらのトップコートの艶消しをかけていきたいと思います。こちらの4つのパーツ艶消しスプレーが乾きました。前回の動画でこの辺ねパーティングラインを削ったところなんですけれども、艶消しスプレーをかけてだいぶね質感が落ち着いてくれたんじゃないかなと思います。まあ、他のね削ってない部分とあまりねこう大差ない感じになってくれました。それで今度はこちらのウェザリングマスターを使ってこの艶消しスプレーをかけたパーツのこの主にエッジの部分ですね、こちらを着色していきたいと思います。でグレーのパーツに今ねライトガンメタルで着色してるので、そんなにね目立つ感じではないんですけれども、こうやってねこうエッジの部分にこう着色して少しねこのエッジの部分を明るくすることによってパーツの形状をはっきりさせるというか、ちょっとね金属感を出すという感じに仕上げていってます。それではこちらのパーツ組み立てていきたいと思います。
今回切り出したパーツの組み立てが完了しました。こんな感じになったんですけれども、まあ、残念ながらね、この塗装したバナージのね、パイロットのバナージの部分はね、大部分が隠れてしまってますね。こう下から見た時に若干ね、この足元がちらっとね、見える感じにはなってますね。で、横からはこんな感じで、後ろはこういった形になってます。それでデストロイモードへの変形の時はこのね、下の部分がこうカッと伸びるような感じになってますので、ここね、引っ張るとちょっと伸びるのかな、こんな感じになります。まあ、前の部分ね、ちらっとこうサイコロ M が出てきて、横の部分、そしてね、後ろの部分もここがね、開いてサイコフレームが露出するという仕組みになってます。で、次回もこの胴体の部分ですね、まあ、主にこの肩の部分とか上の部分になるんですけれども、そのあたりを製作していきたいと思います。